東京納品代行株式会社は、百貨店への納品代行業務を中心に、検品やタグ付けなどの流通加工、商品管理など、アパレル製品の輸送を主力とする、千葉県市川市に本社を置く日本の物流企業である。1970年に、東京納品代行株式会社が設立され、何は運送株式会社や、株式会社ワールドサプライと並ぶ。 納品代行大手であったが2007年4月に新設分割を行い事業は東京納品代行株式会社に移管し東京納品代行は TNT ウェアハウスへ称号変更し不動産賃貸業へ業態転換した新法人は運送大手の先行と資本業務提携し2009年2月に同社の子会社となったため旧法人である TND ウェアハウスとの関係はなくなった。ファッション物流に特化した物流会社として独自のノウハウを有することから、インポート高級ブランド等を中心とした顧客を有しており、航空貨物で輸入された商品を保管するために、成田空港に近い場所や、消費地である都心部に近い場所に倉庫を構えている点が特徴である。2019年4月には、 イタリアの物流企業、サビーノ・デルベーネと業務提携契約を締結し、ヨーロッパのファッションブランド関係業務の獲得を目指す方針を明らかにしている。親会社となった先行が、エサカ運輸株式会社、阪神運送株式会社、アクロストランスポート株式会社といったファッション物流や百貨店物流に強みを持つ企業を相次いで買収していることから、それらの企業とともに、 先行グループのファッション物流事業の一翼を担う企業となっている。東京納品代行トラック。ありがとうございます。